花井蘭子は日本の女優。本名は清水義子。父は新派俳優の清水林之介。身長164センチメートル。1923年6月に子役として初舞台を踏む。1928年6月、小竹下加撮影所に入社。芸名を清水玲子とし男の子の役も演じる。実演で林長次郎と共演。 1930年末に退社。1931年2月、日活渦政撮影所に入社。芸名を、花井蘭子と改め、現代劇部に所属し主役の田中春夫の妹役などを担当した。1932年より、時代劇の娘役が多くなり、知恵蔵プロの片岡知恵蔵らの相手役を務め、一年先輩の、 山田鈴と並び称される若手女優の総壁となる。1937年6月、大河内伝次郎と共に、新興の JO スタジオへ入社。1938年8月、JO スタジオは、東方に吸収され、東方京都撮影所となる。1946年11月、東方葬儀の中、大河内らと10人の旗の会を結成し、 1947年3月、新東宝に参加。大英に壊れての出演も多く主演女優としての活躍を続けた。1952年からは脇に回るようになり、1956年には東宝と契約。脳腫瘍の手術等で休養することが多くなる。1961年、脳内出血のため自宅で死去、42歳没。 丹下左前世は百万両の壺花井、笹目行き左から高峰秀子、山根久子、轟幸子、花井、銀座下将田中絹代と花井。ありがとうございます。